吉原が本気で選ぶ付き合いたいモノマネ芸人トップ5。はい、ダウキューマン吉原です。ちょっとね、今稽古前でちょっと時間がなくてすっぴんで回してるんで、ちょっとユーライクで、せめてユーライクで撮らせてということで、ちょっとご了承願います。私吉原、まあまあなモノマネフリークなんですね。すごくモノマネが好きで、見るのがモノマネ芸人さんいろいろすごいディグってたんですけど、ちょっとまあ今回、まあ、僭越ながら付き合いたいモノマネ芸人さんトップ5ということで、ちょっとね、こういう動画撮るときにすっぴんなのもね、本当に恥ずかしいんだけど、ちょっとね、メイクしてから撮りゃよかったな本当に。はい、ということで早速ランキング発表していきたいと思いますが、その前に、あのね、殿堂入りがいらっしゃって、ごめんなさい、殿堂入りがいるんですよ。言っちゃうとね、まあ誰々さんのモノマネをされてる時の誰々さんみたいな感じで、そういうランキング形式で発表していきたいって思ってるんですけど、その方式でやるんだったら、そのトップ5全部ビューティー国分さんで埋まっちゃうのよ。私大好きだから、その全部ビューティー小木さんです本当は埋まっちゃうんだけど、まあ、ちょっと、まあ、今回はね、やっぱいろんな方お名前挙げさせていただきたいので、ちょっと殿堂入りということで、まあ、その一番その殿堂入りの中でもその1位をまず発表します。もう超殿堂入りは、杉山清貴さんの時のビューティー小木さんです。はい、ちょっとね、本当本来だったらね、トップ5ビュー様で埋まっちゃうぐらいだからね。あのね、ビューティー国分さんのね、あのお顔からね、あの杉山清貴さんの声が出るの、ちょっとセクシーすぎるって、ちょっとたまんない。ちょっとオンリーユーを、ちょっとやっぱオンリーユー言われたいな。銀のビーチで、いや、ちょっと二人の夏物語最高なんで、ちょっとあのビューティー国分さん YouTube チャンネルも やってらっしゃるので、ぜひそちらの方で杉山清貴さんのモノマネなどなど、もういろんな方のモノマネ出されてるんで、ちょっとぜひご覧になって一緒にメロメロになっていただければと思います。はい、早速ね、今のが殿堂入りでした。ということで、まあ、トップ5を発表させていただきます。まず第5位、じゃん、古市憲寿さんのモノマネをされてる時のロッキー石井さんです。はい、古市憲寿さんね、社会学者のいらっしゃるじゃないですか、のモノマネをされてる時のロッキー石井さん。このロッキー石井さんは結構ご本人もかなりシュッとされた感じのモノマネ芸人さんで、他にレパートリーで言うと、この間インスタグラムで見たのだと竹野内豊さんのモノマネとかもされてて、だからご本人もかなりシュッとされた方なんですけど、でもそっくりです、これもう喋り方がもうそっくりです。すごく面白いんで、ぜひ見てみてほしいんですけど、まあそのロッキー石井さんご本人も素敵ですし、私ちょっと古市憲寿さんがすっごい好きな時期があって、本当私高校生ぐらいの時に、大学入ってからかな、古市憲寿さんにその激イタリプライをしていた時があるぐらい、ちょっと古市さんのことがすごい好きだったんですね。その激イタリプライっていうのも、そのまあ なんだろう、こうファンすぎてというか、はい、ね、ポエなんて呼ばれてますけれども、一部では古市憲寿さんが好きなので、それをこうそっくり忠実にモノマネされてるロッキー石井さんもすごく素敵で、うわーって思っちゃいましたね。すごく似てるんですよ、喋り方とか。はい、第5位で選ばせていただきました。はい、続いて第4位、じゃん、バナナマン設楽さんの時の長谷川幸喜さんです。はい、これはね、この長谷川さんはご本人は、まあ、一人芝居とかをメインで活動されてる役者さんがメインの活動なのかな、の方なんですけれども、このモノマネ見たことある方結構いらっしゃるんじゃないんですかね。細かすぎて、で
よく出てくるんですけど、あのデルピエロ山口さんと一緒にあのアンガールズ田中さんとバナナ設楽さんで出られてたりとかするんですけど、まあそっくり、まあそっくりですし、仕草とかも声だけじゃないんですよ、動きもめっちゃ似てて、でまあまあ設楽さんがまあ正直相当魅力的じゃないですか。あのアゴダの CM 一生流し続けててほしいもんねぐらい、まあ、設楽さんのことも大好きで、で長谷川さんはすごくその設楽さんのこのド S 感、カイザー感をすごい前面にこうモノマネにも出されていて、ちょっとやっぱその辺のこうなんだろう、声とか ただのその動きだけじゃない、そのなんか雰囲気、まとうその雰囲気とかオーラとか色気の部分まで結構再現されてるなっていう印象でして、はい、私ちょっと結構これテレビで見た時結構キャーぐらいに思っちゃいましたね。いや似てる、面白い、キャーみたいな、はい、じゃあ4位に選ばせていただきました。はい、続いて第3位、第3位はこちら、竹内涼真さんのモノマネをやられてる時の松田幸喜さんです。はい、松田幸喜さんはですね、主なレパートリーに桐谷健太さんとか、あと最近だとサマーズの大竹さんとかをよくやられてるんですけど、竹内涼真さんのモノマネもすごくそっくりで、声もそうなんだけど、いや顔もやっぱすごいよね。そのモノマネ芸人さんっていろんな人をモノマネするけど、全部ちゃんとその顔まで寄せれる人って本当なんかその人に見えてくるというか、大竹さんにその顔も声もそっくりだなって時もあれば、竹内涼真さん似てるみたいな、反町隆史さんのモノマネなんかもね、細かすぎてってされてましたけど、まあもう、まあやっぱ俳優さんのねモノマネできる方ってやっぱ強いですよね。かっこいいですもん普通に。これね、あの六本木クラスの時の竹内涼真さんのモノマネがもう絶妙で魅力的ですね。選ばせていただきました。もう第2位です。第2位はこちら、松山ケンイチさんの時のこりゃめでてーな伊藤さんです。はい、こりゃめでてーなのね、伊藤さんといえば結構カイジのモノマネで結構有名だったりしますけど、エンタの神様時代のあのこりゃめでてーなさんのネタ、やばばばいやいやい聞いてのね、これはめでてーなさんですよ。でも伊藤さんは結構モノマネいろいろされてるんですけど、本当にね、地の顔がすごくシュッとされてるというか、松山ケンイチさん本当そっくりなんですよ。なんかそのメイクとか しなくても髪型だけでこう似る、かなりハンサムなんです。結構若々しい時の、このあんまワイルドじゃない時のあの時の松山ケンイチさんの感じがすごく似てらっしゃって、はい、結構ときめいちゃいますね。ということで第2位は松山ケンイチさんの時のこりゃめでてーな伊藤さんでした。今回の第1位はコンプライアンスモノマネの時の眼力さばしさんです。はい、ということで第1位流行る第1位に選ばせていただきました。細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で、今だったらそのコンプライアンスに絶対引っかかってしまうであろうシリーズ、ご覧になったことありますかね。証券さんとかね、やられてる眼力のさばしさんが第1位です。いや、こんなんね、そのもう今までその誰々の時のとか言ってきたけど、本人じゃんってなっちゃうかもしんないんですけど、そう、しんないんですけど、あのね、やっぱコンプライアンスモノマネって、そう、すごい、なんかもうほんと、衝撃的な、その、衝撃的すぎて笑っちゃうみたいな、絵面。もう、ボカボカ人殴るし、めちゃめちゃ女の子をうわー脱がすし、みたいな、をやってても、なんだろう。なんかこう、許せちゃうじゃないけど、なんか、茶目っ気みたいな、
ものがすごいご本人にあるなっていう、そのモノマネのネタ自体もすごく面白くって、でなんかそれを見ててもなんかスカッとこう笑い飛ばせてしまう茶目っ気みたいなものもすごい持ち合わせてる感じ、そのワイルドさだけじゃなくてね、がちょっとツボで、はい、これちょっと1位に眼力沢井さん出すのちょっとすごい緊張したんですけど、まあでも今回ね選ばせていただきました。はい、これねちょっと本当、いやすっごい迷ったんですよ、すっごい。これトップ5選ぶだけでも、だってそのビュー様を殿堂入りにしてもうなおまだその渋々ね、この今回はランク外にさせていただいた方とかもいて、いや本当に迷ったんですよ、杉野博史さんとか、すごい迷って、すごい素敵だから迷ったんですけど、ちょっとまあ第2回とかもね、じゃあ選びきれないんで、正直第2回も開催しちゃおうかなって思ってるんで、今回はこういうランキングでお届けしました。はい、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひね、あの私が今回紹介させていただいた皆さんのモノマネ、あの YouTube とか Instagram とかで結構皆さん投稿されてたりするんで、よかったらぜひ見て一緒にあのドキドキしてください。はい、ということで、吉原が本気で選ぶ付き合いたいモノマネ芸人ランキングトップ5でした。ありがとうございました。